かせねえ。いざ尋常に一本目勝負。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。おりゃ、まだまだ、しょうがねえ。燃えてきたぜ。あれ、情熱現実と、いや、おりゃ、たるや、逃がすか、燃えろ。まだまだ、燃えろ。シッ、勝者柳生十兵衛。2本目勝負。おりゃ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。現実と、行くぞ。まだまだ、最終戦勝負。まだまだ、よっ、情熱、いざか、やっと、まだまだ、まだまだ、燃えるぜ。うらっ、おりゃ、情熱、たりゃ、終わった。勝者風間一樹。手間取らせやがって、急がねえと。その程度の腕で俺が倒せるかよ。ミネルヴァの間。
いざ尋常に一本目勝負。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。トライスラッシュ。燃えてきたぜ。トラー、まだまだ。2本目勝負。まだまだ避けれるか。トライスラッシュ。少年、逃がすか。トライスラッシュ。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。少年、少年。トライスラッシュ。くらいやがれ。パワーグラデーション。そこ。まだまだ。燃えてきたぜ。トライスラッシュ。ドラタリア。勝者風間一樹。手間取らせやがって。急がねえと。忍びと戦うのは初めてか。そんな見え見えの甘っちょろい。いざ尋常に一本目勝負。燃えてきたぜ。飛んでけ。燃えろ。おら。飛んでけ。燃えてきたぜ。燃えてきたぜ。まだまだ。燃えるぜ。
だまだ。風間和樹、やけどじゃ済まねえだろ。燃え尽きたぜ。さ、芝居小屋。いざ尋常に一本目勝負。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。おりゃ、あっ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。まだまだ、こっちじゃ。避けるか、あっちを撃し。まだまだ、勝者千両京四郎。この京四郎甘くは勝負。おりゃ、燃えるぜ。おりゃ、逃げんな。まだまだ、まだまだ、まだまだ、しょうねえ。勝者風間和樹。うらー、最終戦勝負。おりゃ、こっちじゃ。はい、おりゃ、すごい。よし、くらいやがれ。ふわ、あおつなみ、燃えてきたぜ。あおつな、ふわ、すごい、あおつなみ、ふわ、超びっくりした。よし、まだまだ、どうしよし。勝者風間和樹。やけどじゃ済まねえだろ。諦めの悪いやつだな。味方ヶ原。いざ尋常に一本目勝負。燃えてきたぜ、燃えてきたぜ、燃えてきたぜ。捕まえられる、ドラ、捕まえられる、ドラ。まだまだ、やっ、はあ、ま
だまだにゃ燃えるぜ燃えるぜ捕まえられる捕まえられる捕まえられる少年捕まえられる捕まえられるさよなら勝者指揮2本目勝負いざ尋常に一本目勝負燃えてきたぞ燃えてきたぜバグナバグナまだまだムーラムーラ少年ムーラムーラよけるか？バルトラッキー！うっ！うっ！うっ！まだまだ！よっ！うっ！うっ！やっ！はぐ！うっ！はぐな！はぐな！うっ！やっ！はぐや！勝者風間一樹うらぁ
2本目勝負。ムラ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 パグナッサリアヤッドラまだまだヨラドラロラ燃えろ避けれるかパグナッパグナやけどじゃすまねえだろ。燃え尽きたぜ。最初は尋常に一本目勝負。まだまだこっちだ。はっおらはりゃはカズキ。うらぁ2本目勝負。うらぁ燃えてきたぜ。ありはたちまだまだよけ。うらぁまだまだあおまだまだ、はい、やっつか燃えろ燃えるぜ。勝者風間和樹。やけどじゃ済まねえだろ。おいカラス天狗、悪いことは言わねえ。その面すぐに手放し熊の鼓動。何の用だ。俺は急いでんだ。悪いことは言わねえ。燃やされたくなかったらおとなしくここから消えな。ふん、ガキのくせに言ってくれるじゃねえか。いいぜ、やってみろよ。そんなチンケな炎で私を燃やせるってんならな。風間和樹バーサス。いざ尋常に一本目勝負。こっちだ。まだまだ
このまま寝てな。2本目勝負。取らせやがって、急がねえと。なんだよあのえげつねえ武器は。とんでもねえ女だったぜ。ってこうしちゃいられねえ。邪気はこっちか。行くぜ。思い出せぬ。ここは暗くて。てめえが邪気の親玉だな。安心しろ。里で待ってる葉月のためにも、てめえの恨みも何もかも俺が燃やし尽くしてやるからよ。風間一樹 VS 静か御前、いざ尋常に一本目勝負。うらっ、やっ、はっ、うらっ、たりゃ、うらっ、たりゃ、うらっ、たりゃ、うらっ、燃えてきたぜ。
許せぬ、この世が、そ最終戦、勝負。誰が銃風間一樹、いざ尋常に雨まだまだ、タリア、ドラ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 、タリア、ドラ。まだまだ、ハキドラかわせろ、勝者風間一樹、うらぁ。許せぬ、この世が、そなたが。2本目、勝負。
私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。暗闇の中、誰かが己を呼ぶ声が聞こえ、まどろみからがカズキの視界に呆れた様子で見守ると、心配そうに妹の姿が飛び、あの怒りの景色は跡形もなく、咲き乱れた桜がを覆い尽くしている。眠りに落ちる前の記憶を遡りながら、カズキは事の顛末を語り始めた。全ての力を振り絞り、カズキの炎は全ての邪気を燃やしつく。怨恨から解放された静か御前の表情、とても穏やかなものであった。灰を迎えた炎がまた一つと小さくなって消えていく。薄れ意識の中で彼が最後に耳にしたのは、ありがとうという優しい支えだった。空を覆っていた邪気は晴れ、春の空気が森一帯包み込んでいる。彼女が最後にこの世の奇跡も知れない。風に背を押されながら三人は里へと歩き出す。楽しそうに語らう兄弟の姿は次第に桜吹雪の中へと消えていった。サムライスピリッツ、